今回は、朝比奈葵という癒しの金娘。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。弾丸論破の褐色巨乳枠は脳筋という風潮かわいいけどね。あのバッドエンド最初見た時ショックだった。むしろ興奮したね。薄い本が熱くなるで、なんかもう全てにおいて天使だわこの子。ショックというより驚いたなぁ、自分は。なんかいろいろぶっ飛んでた。あとあのイベント CG はシュールすぎる。あの閉鎖空間で平等に産んで差し上げた女神。アニメの葵ちゃんのきっと特別な演出か何かだよの可愛さがやばい。何度もリピートしてしまう破壊力。アニメの苗木くん、大神さん、藤崎さん呼びは違和感がなきにしもあらずだったが、キャラ名が把握しきれない新規に対する配慮とか、初対面会だから仲良くなるに従って変化とかあるだろうし、何より可愛かったので満足。セリフで結構印象に残ってるのは6章で、みんながそれぞれに捜査に行った後で朝比奈さんを慰めた時の苗木が優しいっすってセリフ。それまで苗木が善意で言ったことってうがった目で見られて突っぱねられるか、言葉を濁されるか、裏目に出ることがほとんどだったから、気遣いに素直に喜んでくれるのがすごく嬉しかった。彼女の方もいろいろ辛いこともあった時だったのに、最後の最後で空気も緊迫してるし、周りのメンツも超リアリストでクールなキリギリトガミに、他人に差したる興味がないスタンスの深は葉隠れだから安心感もひとしお。この子は本当に殺伐とした学園の癒しキャラやで。4章の朝比奈さんの行動は間違ってるし、肯定や擁護はできないけど、理解できるし共感できる。桜ちゃんのこと本当に大好きだったもんな。4章派裏切り者の露出を皮切りに、メンバー内の不信感が最高潮だったし、殺し合いによる精神的疲労も3章あたりからピークだったってのも原因として十分あるような。ジェノに流血型の怪我もさせられてる。前園や石丸と同じで、殺し合いそのものに耐えられなくて、仲間や友達の情に流されやすいタイプなのに、一番信用してた友達を失って、その上周りも周りで情に熱いタイプがことごとくいなくなってて、友達を誰も理解しようとする人もいないところへ一人生き残ってしまったからな。思いを理解してもらえない孤独感は本当に相当なものだったと思う。なんでこの子スポーツ選手なのにおっぱい大きいの？自分は水泳やったことはないからわかんないけどさ。ものすごく張りのありそうなおっぱいだし、筋肉が詰まっているに違いない。水泳で胸筋が鍛えられた結果巨乳になる人はちらほらいるそうな。普通は同じくらい二の腕や肩が発達するから目立ちにくいけど、ちょっと調べてみたけど、水泳はフォームが綺麗なら胸の大きさはあんま関係ないそうな。専用水着だと抑えるし、あと水泳してると胸が垂れにくくなるから形も良くなるみたいだね。たとえ本当に巨乳が邪魔になるとしても、それを乗り越えてからこそ超高校級。でか父見せつけかまとと水泳バカ。深川のレス。例のヒスのせいで人気ないらしいけど、この子って女の子キャラの中では桜ちゃんに並ぶ天使じゃないか。そもそもヒスの原因はあの中で群を抜いて友達思いだったからこそ、親友が殺された裏切られたと思い極限状態にあったからだしさ。内通者関連の混乱も含めてな。むしろこんな普通の子才能は置いといてが、それまで気丈に前向きに振る舞っているのはすごいよ。その後も桜ちゃんの死をきちんと受け止めて、その意思を組もうと頑張ってたし。あとバッドエンドは苗木くんの妄想だろ、いい加減にしろ。4章のあれは、個人的にはいい展開だと思ってたんだがな。もともと友達思いってか桜ちゃん思いの子だったし。まあ、4章は正直桜ちゃんの女神度が異常で、朝比奈さんの友達思いなとことか、親友の犠牲を乗り越えて引きずって、前に進む強さとかが薄らいでしまった感はある。そうだよね。あれがあるからこそ、葵ちゃんの強さも弱さも書かれているんだよね。弱さとは言ったけど、真は本当に強い娘だと思うな。そして確かに桜ちゃんが女神すぎて霞むってのはあるかもな。引っかき回して苗木やキリギリスまで道連れにしようとしたのは事実だからな。無理心中おっぱい。4章のあれは黒幕の捏造品の影響がかなりでかいんじゃないかな、と。だって、文面のみにせよ、あの黒幕が作成した文章だぜ。黒幕の影響をもろに受けた連中の所要は2でかなり詳細に語られていたし、絶望落ちに片足突っ込んでた状態だったのではなかろうか。まあ皆殺し図ったのはモノクマのせいだよな。俺としてはセレスが黒と判明した時、彼女の行為をなじりつつも、あんたこれから殺されるんだよと泣きながら言っていたシーンがすごく印象に残って、この子本当に優しい子だなって思った。セレスの方も内心感じていたものがあったと思う。と失われた学園生活の中では、女性陣は皆相当仲良かったんだろうなぁと思う。パジャマパーティーとかしてたのかなとか思うと妄想がはかどる。
超高校級のスイマーってのは現実にもたまにいるから、このゲームの超高校級の〇〇では一番珍しくないよね。岩崎恭子は中学生でオリンピック行ったし、超高校級の野球選手も珍しくはない肩書きだな。超高校級のスイマーだが、スイマーらしい活躍が一切ないんだよな。泳がないどころか水着にすらならないし、公式の広告用イラストの詐欺っぷりがとない。結局、さくらちゃんと同じ体育会系という設定だけが重要だったのかな？と思う。もし犯人だった場合、水泳なら比較的トリックに活かせそうだったけどな。4章で朝比奈さんが嫌いになって、バッドエンドで大好きになりました。今ではロンパシリーズの中でも屈指のお気に入りキャラです。あのバッドエンドは本当 IF の話なのか、苗木くんの妄想なのか、もし妄想だとしたら、苗木くんの中での深川さんの扱いがあんまりすぎるが。普通に考えたら黒幕があんな気長に共同生活サポートしてくれるわけないわな。つまり、苗木くんは超高校級のムッツリスケベ。仮にあのバッドエンドが 100% 苗木の妄想だとすると、苗木がこの後行われるお仕置きの内容を知ってることになって矛盾が生じる。なんで 100% 苗木の妄想ということはないんじゃね？ギリギリさんが処刑されるまでは現実なんだろ。予知夢だったんじゃね？アニメの朝比奈も普通の女子高生っぽい感じで可愛いけど、ドーナツと焼き魚を倒れるまで食べようよとか、高級プロテインを見つけて宝の山だね幸あれとか、鶏を見てみんなで育てて食べよう、やっぱフライドチキンが一番かなとか、ほんとだな、エビから洗ってない犬の匂いがするみたいな、元気すぎるがゆえの天然面白発言がいろいろ飛び出す朝比奈さんがやっぱり可愛いと思う。原作では重苦しい空気の中、だいぶこの娘と葉隠れのキレのあるおバカ発言に助けられた。ゲームのあの猫みたいな顔結局しなかったな。ゲームでの表情変化はダントツで可愛いと思う。褐色娘でここまで好きになったのは初めてや。通信簿でもドーナツ中毒のあまりグーで殴るとかいうし、精神的に幼いんだろうな。本質的にも中毒的意味でも不眠と気があったかも。生き残りメンバーの中では精神面が普通であるがゆえにやらかしてしまったって印象がある。普通の高校生であるはずの苗木ですら常人離れしたメンタルの持ち主だし、純粋さや無邪気さは魅力だけれど、なんというか朝比奈は幼いというか未熟なんだよな。他人を無理心中のような形で自分の反省に巻き込む一人よがりさ。偽書とはいえ大神の殺し合いに絶望したとの遺言を見ながら、他人を疑心暗鬼にさせて陥れると黒幕と変わらない行動をとっていることへの自覚のなさとか。ドーナツ式はもしかして浮き輪を意識してるのかな？勝手な想像だけど。何それ可愛い。水泳は大の得意だから実際使わないだろうけど、浮き輪使ってる朝比奈ちゃんは見てみたいな。そういえば、アルターエゴアプリで浮き輪ドーナツ実際に使おうとしたって話が聞けるな。スクールモードやったが一番女の子として可愛かったわ。この子はときメモの清川のぞみさんをモチーフにされたんじゃない？スリーサイズ似てるし、どっちも超高校級のスイマーだし。こちらもあちらもどちらも超高校級スイマーと説明されているが、ときめきメモリアルの清川のぞみとどちらが上なのか気になる。朝比奈さんはエヘヘーで癒される。誰が何と言おうと一番好きよ。あ、苗木田の破壊力には負けるいいよな。クラスメイトって感じがして、女性キャラでは江ノ島さんの次にクラスにいそうな感じ。朝比奈さんが責められるのは不良と子犬理論の逆なんだろうな。もともと人畜無害で可愛い印象だったから、人間誰しも持ってる醜い部分があらわになった時の落差が大きいってことだね。そして江ノ島さんと朝比奈さん以外の女性キャラはクラスにまずいないのでは。髪型やばいだろ。ポニーテールらしいけど、髪が綺麗に立ちすぎ、ソフトクリームみたいだな。髪が綺麗に立っているポニーテールのキャラは初めて見た。好みがジェイソン・ステイサムて苗木くんと180度違うタイプじゃん。むしろ桜ちゃんと仲良くなったのがわかる気がするわ。ジェイソン・ステイサムが好みのタイプか、俳優になる前は水泳選手だしな。ステイサム弟くんの泳ぎすごすぎる。朝比奈はあれ以上なのか。弟くんは生き残ってほしかったな。朝比奈はこのことどう思うだろう。無印六章裁判で江ノ島にそんな理由で自分の姉を殺したの？とショックを受けていたのに、絶対絶望少女で自分の弟があんなに捨て駒みたいにあっさり殺されたって知ったらどうなるんだろうな。思えば朝比奈って生存組の中で特に不遇なキャラだったな。苗木と神キリギリワニで出番があり、絶女は深川が主役、苗木と神は脇役で登場、葉隠れもおまけノベルで主役を務めると何かと出番に恵まれてたし、ようやく出番が来たと思ったら庭で退場なんて。脚本家と監督が元超高校級の絶望の可能性。
朝比奈さんよりキリギリ派だったが、それでも軽く絶望しかけたぞ。苗木主人公、キリギリ弾丸に必須の推理力、葉隠れ欲も悪くもネタキャラ、トガミライバル兼チートスペック、深川ジェノサイダー賞という濃い設定の他のメンツと比べると、超高校級才能を生かす場所がない彼女はどうにも活躍の場が難しかった。逆を言えばそれだけ普通の子。桜ちゃんとの女の子同士の友情ができるのはこの子だけ、他の女子メンバーはあまりそういう友情に縁がなさそうだし。朝比奈さんのおっぱいしか目に映らない。操作妨害してるから黒幕かもしれん。アニメさんで朝比奈さん物語的には死んでいた方が良かったかもしれないけど、あの反則的なタンクトップおっぱいを見た瞬間に生きてて良かったと思ったわ。OP のタンクトップ姿が伏線とか、これは一本やられたわ。これ他のキャラも OP の死体姿はフェイクで別の部分で伏線仕込んでるかも。朝比奈ちゃん死んでたら1も永遠にプレイしないところだったから生きてて良かった。終わってみれば2話で退場どころか毎回登場してそれなりに見せ場もあった。それだけでもう満足だ。未来編で大体メインヒロインだった。二度もデスゲーム生還おめでとう雪染めの件もあって終盤まで疑ってしまってごめんなさい。